日本 IBM 株式会社は、米、IBM の日本法人、米、IBM の100%子会社である有限会社、IBM AP Holdings の100%子会社であり、米、IBM の孫会社にあたる。日本 IBM は、外資系の100%子会社で、創立は、戦前の1937年、多数の日本人従業員を抱え国内企業との合弁を含む、 多数の関連会社を展開しているコンピュータ関連サービス企業である。戦後から1980年代まではコンピュータのハードウェアやソフトウェアのメーカーであった。当時の通産省が国産メーカー保護育成政策をとっていたことも背景に日米コンピュータ戦争の当事者や IBM 産業スパイ事件の関係企業ともなった。1975年からの椎名竹雄社長時代には セル IBM ・ IBM ・イン・ジャパン、セル・ジャパン・イン・ IBM や社会と共にお評語として日本市場にあった製品・サービスの提供による日本の産業界への貢献を通じて日本の企業として認知されることを目標とした結果、規模の拡大が進み、社員は1万人、売上は1兆円を超え、最盛期には1兆7000億円を超える収益を達成した。 日本市場の特殊性もあり、世界の IBM グループの中でもユーザーのシステム構築に深く参加したケースが多かったことも特徴である。現在では IBM は世界レベルでもサービス事業の比率が売上の6割となったが、そのベースとなった。SI 事業は日本 IBM が先行していた分野とされる。かつて日本 IBM で開発された製品は、 世界で展開されていた。外部との交流も多く、プロジェクトマネジメント学会で、日本 IBM 社員が多数を占めていた。日本 IBM 出身者が、他の外資系企業の経営者となるケースが多かった、などとも言われる。大都市宅朝社長体制で21世紀に入って、以降は、経営方針を一転した。議営の実践として、日本法人の独立性、独自性を廃止、役員、 部長レベルの主要幹部職へ、米 IBM やアジアからの多数の駐在員と呼ぶや、社外からの人材を投与し、IBM コーポレーション全体としての組織、製品、サービスの最適化による効率の最大化を追求している。具体的には、米 IBM の2015年通期での EPS20 ドル以上達成への貢献を最優先の経営目標としていたが、 2001年以降12期連続の減収決算でピーク時のほぼ半分まで売上が減収し続けたため利益確保のために工場的な事業売却とリストラや昇進、昇給の凍結、減放を含む徹底的なコスト削減努力を続けた2012年5月15日同社として56年ぶりとなる2人目の外国人社長が就任した頃から売上減少には 歯止めがかかった。2014年には全国4カ所に支社を配置した。IBM 主な事業を参照第二次世界大戦前、編集、EN、リストオブインターナショナルサブシディアリーズオブ IBM、ジャパンを参照第二次世界大戦後、編集から漢字情報システムを発表大型コンピュータ上で動く統合オフィスシステムを発売開始、十一世紀。 編集日本 IBM が参加したコンピュータ市場に残るプロジェクトには以下がある戦後すぐの1952年の売上高は5億円で主にパンチカードシステムのリース収入であった1960年には米国 IBM が日本企業にコンピュータ関係特許仕様を開示する代わりに日本 IBM の国内コンピュータ製造を認められてシステム 360の企業もあり急激に業績を伸ばし、1974年には売上高は2000億円で日本企業の深刻所得ランキングで上位20社に入る大企業になった。1987年には初めて売上高1兆円に達した。こうして1980年代までは毎年2桁成長をしてきた日本 IBM は、 日本コンピュータ企業の売上げとダウンサイジングの影響もあり、1991年には売上成長もマイナスに転じ、1993年にはリストラ費用も含めて初めての赤字、翌年からは業績の回復を経験している。最近の業績は次の通り、主な子会社、関連会社、合弁会社のリストを見るには、右の表示をクリック主な子会社、関連会社、 合弁会社には以下がある。なお、これらを中心とした同社の現時点での出資先、企業については公式サイト内、子会社、関連会社を参照。日本国内の主な子会社には以下がある。日本国内の主な関連会社には以下がある。主な出身者のリストを見るには、右の表示をクリック現在系列局がない宮城県や、新潟県、静岡県、広島県、 熊本県において別番組にも提供している過去ありがとうございます。